4つ用意させてもらってます、うん、おー、ビッグが上がるな。確かにこれはすごいね。やっぱ包まれてます。謎のサウンドバーつきました。レグザチャンネルをご覧の皆様こんにちは。声優の小岩井小鳥です。そしてレグザブランド統括マネージャー持ってくださいます。おはようございます。おはようございます。今日もなんか今日はねちょっとねマニアックな岩本町デートなんだけど、岩本町ですか。小鳥さんオーディオ大好きじゃない。大好きです。でねオーディオの聖地にまたお連れしようと思ったんだけど、オーディオの聖地岩本町ですか。 あるのよ。あんまり思い浮かばない。最近オフィスが引っ越してきたらしくて、スピーカーいっぱい転がってるんで、なんとなんと今日はレグザにいろんなオーディオつないでみて楽しもうかなと思って、はい、うわーやったやった。じゃあこっちですか。はい、はい、行きましょう。ここは音源出版団です。お待ちしておりました。でも前に音源出版さんに伺った時ここじゃなかったですよね。そうなんです。ちょっと前に実は引っ越しまして、はい、新しいオフィスになったことですが、俺らさんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日いっぱいスピーカー使いたくてレグザ送り込んでるんですね。そうなんですね。いろんなスピーカーつないで、あ、じゃあ早速レグザグレードアップして楽しみましょう、うん、イエーイ、めっちゃいいスタジオです ね。我々ファイルウェブ、うん、ウェブサイトとか、うん、テレビとかオーディオの雑誌も出してるんですけど、うん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 、そういったもののテスト、うん、視聴をするような部屋ですね。じゃあ折原さんここでガチンコやってますね。ここもホームシアター視聴室なんで、ね、ガチ画質評価、この真っ黒の壁じゃないとねっていう。そういうことで、はいはい、音もやるんですか。やりますね。ここはもうシアターとしてスピーカーも実は常設されてるんですよね。そうだ、そうだ、すごい。まずはサウンドバー、価格帯別に4つ、うん、まあ、1万円クラス、うん、まあ、3万円クラス、うん、5万円クラス、いいね、10万円オーバー、4つ用意させてもらってます、うん、で今は5万円台クラス、うん、ゼノンさんの DHT-S517 という、うん、サブウーファーもついてる。そうですよ、うん、あの別でサブウーファーもあって、うん、本体の中にはいわゆるイネーブルドスピーカー、うん、天井向けのスピーカーも入っている 8.1.2 ちゃんスピーカー構成でいうと、レグザはね、55V 型の Z670N をとりあえず持ち込みましたと、はい、ということで繋いでみましょう。はい、レグザつなぐの簡単ですよね。 HDMI ケーブル1本ですからね。そうですよね。これ画面の高さねちょうどいい感じなんだよ。あ、これちょうどいい感じ。ただねもうちょっと分厚いサウンドバーとかもあるじゃないですか。そうですよね。今年のこの Z670 は高さ変えられるんですよ。おお。ちょっともうちょっと高くしてみましょうかね。はい。おお、上がった上がった、いい感じですよね。ちょうどいいとこ。そういいですね、うん、これね、うん、ネジちょっと見返るだけで高さが上げられる、はい、すごく便利です。じゃあ聞いてみましょうか。はい。今音鳴ってますよね。あ、 いいよ、はい、いい音ですね。これテレビがしてます。あ、あららら、意外といい音するね、670。めちゃくちゃいい音ですね。ゼノンさんのサウンドバーに切り替えます、はい、切り替えるの簡単です。サウンドに切ってスピーカーをよ、おー、ビッグが上がるな。確かにさすがですね。さすがに中低音あたりがふくよかな感じですね。なんかいい感じで、あと音の歯切れの良さ上がりますね。やっぱり僕が YouTube で使ってる音源持ってきたんで、これも聞いてみてください。してるんですよ。でゼノンさんのこれよりはちょっとリーズナブルなんで、ちょっとそれも繋いでみていいですか。はい、はい、買いました。純正サウンドバー、めっちゃいいね。いい音してます。38,500円ぐらいですか、ね、はい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 、サブウーファーないですよね。そうだよね。だからスッキリでいいよね。めちゃくちゃスッキリしてる、うん、でもしっかり低音感もあってね、うん、これ一体型なのにこのちょっと高さ方向も感じられてよくできてますね。これ実はこれ純正なんで、サウンドバーリモコン入ってるんですけど、ほぼ使うことなくて、設定から音声設定行って、これでレグザサウンドシステム設定っていうのが出てくるんですよ、はいはいはい、でここでまあさまざまなあの、ね、エコライズモードとか、サラウンドオフとか、バトルバランスとか、このね表示の明るさもねここにね表示が出るんですよ。はいはい、それもね明るい暗いオフとかいろいろできたりします。
ちょっと便利ね。いいですね。これ純正しかないメリットですね。そうそう、でもちろん HDMI CC ついてるんでテレビのリモコンだけで音量コントロールできちゃうから、もう内蔵の機械、まあお手軽でいいっちゃいいよね。いいですね。このタブーファンなしのスタイルって結構各社さん出していて今結構流行ってるので。あ、そうなんですか。いいと思いますね。いい感じです、うん、ぜひ候補の一つに、うん、はい。ところで小鳥さん、これすごくないこの音のマイク。アースワープスのマイク。マジか、今日は音の回だから、うん、制作会社さんにいい感じのマイクがいるんじゃねみたいな話がこんなの持ってきた。あ、これなんか結構測定とかにも使われる、高いんだろうね、感じのやつらしいです。音とか合わせてあるのか。あ、そうそう、そういうことです。お値段高そうだねこれ。ね、30万ぐらいかないマジかだったと思います。いや、レグタチャンネルこれで結構掘ってんだねちゃんとね。いや本当に適当な YouTube 撮ってるような感じだけど結構ガチンコでお金かかってますよ。ここだけ。続いてはこちらのモデルに。それ JBL のバー1000ですか。すっげー高いやつ。直販サイトだと14万3000円ぐらいですかね。これね、この670いいテレビなんだけど、さすがにこのバー1000だとパワーバランスが違うね。ああ、まあ、ですよね。エクサのクオリティも上げよう。マキ今日何があったっけ。 Z970 あるって。いたんだ牧本さん。変えよう変えよう、はい、テレビ買いました。 65V 型の Z970N。 いや、すげえなこの画質。まずテレビがめっちゃいい。明るくてびっくりしました。こうやってみちゃうと。いや、コントラストすごいねこれ、はい、JBL のバー1000というモデルに変わりましたということですね、はいはい、でこれが先ほど1本もうちょっと長かったんですけど、はいはい、このサイドのスピーカーがパコッと外れて、うんうんうん、ワイヤレスで後ろに置けるところになります。あら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 、ここに置いてある。はい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 。リアスピーカーとしてここを使えます、ね。なるほど。電源もいらない。ただ完全にワイヤレス。あ、バッテリーで動いてるんですか。そうです。へえ、充電してくれるんだ。はい。サブウーファーもあってで、なでチャンネル数でいうと 7.1.4 チャンネルなので、スピーカーの数でいうと一番多い、ね。お値段も一番高い。まあそうですね。話見る。すごい。おお、ありきりですね。これはすごいね。やっぱ包まれてますね。後ろからも、うん、映画とかこれで見たいな。プリデンさんのライブに時々行かせてもらうんだけど、はい、その感覚が蘇るぐらいの音のさ。そうです、ライブホールだ。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。いや、これはいいね。テレビのスピーカーに変えてみる。バーセンを聞いた後にね、テレビのスピーカーっていうのもなんだけど、あ、頑張りますね。わかる。7まで運動がやっぱりピッて上がる。そうですね。あそこ採用のスピーカーの意外と Z970N の方が出るかもしれない。さすがに重低音とか音の明瞭度とかはもうバーセンにはかなわないけど、十分いいよね。そうですね。ちなみに、あの、こんなこと言っていいのかな、あの通販サイトとかで、すごい格安でどこのメーカーか分かんないようなのってあるじゃないですか。謎のサウンドバー。そうです。はい、ああいうのもうちょっと聞いてみたいなって思うんですけど。小林さん、はい、ここどこだと思って。高級工業専門の。ないです。本家出版だよ。ないですよね。ネットで探しておきました。怪しいやつをちょっと見繕って一本買っておきました。気になる。ちょっと繋いでみようよ。繋いでみましょう。ということで謎のサウンドバー来ました。音鳴ってんじゃん。音鳴ってますね。今までと比べるとまずボリュームがすごく小さいですね。音の広がり狭いですね。結構そうですね、このスピーカーのサウンドバーの位置からなっていう感じがしますね。頑張ってるけど若干低音がペコ感がある。スペック的には 2.0 チャンネルなんで、あサブバーの LR ってことか、はいはい、なるほど。これならもしかしたら970の音の方がいいかもしれない、うん、かもしれない、はい、レグダの方が。さすがちょっとテレビのスピーカーに切り替えましょう、はい、スピーカー切り替えでテレビスピーカー、あれ、うん、切り替わらない、切り替わらない、おかしいな。実は、はい、HDMI CC ってもうサウンドバーとかオーディオ機器側とテレビの側がこういろいろハンドシェイクでお話をしながら、はい、準備できましたか、はいとか、こうしてください、分かりました、できましたとか、こういうやり取りがあるんですけど、はい、仲が良くないんだねこれ。あ、まあ値段の安さその辺もあるのかなということで、まあでも、まあ、そうですね、1万円くらいでもいいね、サウンドバーはいろいろありますもんね、はい、なので、まあ、ちょっとこういう怪しいやつだと、うん、まあ、こういうのが起こっちゃうんで、うん、1万円台でも結構あの大手のブランドさんだったらね、うん、あのちゃんとしたやついっぱいあるので、はい、謎のサウンドバーは買うのやめましょう。そうですね。レグザの音をどうしても聞きたいんで、実際強制的抜いたんで、これテレビの音ですね、はい、はい、どうでしょう。これはもう完璧レグザの感じ。音の立体
感が違うし全然違う低音、あ、レグザこんなになってるんだ優秀じゃないですか小野さんどうでしょう。これはもうレグザで聞いた方が全然いいですよね。本音を言うとフラグシップの今年のね 9900N と Z970N、はい、めちゃくちゃ音良かったじゃないですか。良かったです、はい、そしたらサウンドバーいらないってことだな。はい、そうですね。だバーセンだったらさすがにさすがにバーセンだったら買って10万以上出せる人だったらってことになりますよね。でもね、そこまで行くと実はピュアオーディオもありだなとか、あのエビサランドアンプとか買うのもありだなとか、ホームシアターにしちゃおうとかいうこともありますよね。実は今ですね、あのピュアオーディオの方がテレビに結構注目していて、ピュアオーディオ用のアンプ、プリメインアンプとかそういうやつに HDMI 天使がついてるモデルっていうのが出てるんです。うわ、聞いてみたい。それ音源出版だからあんじゃない。あるで、今後用意してます。やったー。じゃあ次回はオーディオアンプを繋いでみるぞ。イエーイ。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねをして次回をお待ちください。お楽しみに。それじゃあまたね。バイバイ。